じゃあ、編めんのそれ。編めないけど。止まってんの。下ろしてた方がいい。絶対上げてた方がいい。下ろす。絶対上げてた方がいい。下ろすって。はい、これが C パターンです。あ、ダメダメ。皆さん、こんにちは。バータイチャンネルの。バルです。バーバです。ママもいます。今日は、言うてる間に運動会が、うちはあるんですけども、はい、その時の小春さんの髪型どうする？どうする？どうする？言うてるんですわ。うん、だから今日は、候補になり得る髪型を実際やってみよう。はい、でもし視聴者の皆さんで、運動会の髪型悩んでるよっていう人いたらちょっと参考にしてみてください。はい、これボスやから、まあ、小春とな同じぐらいの髪型の人に限るけど、うん、まあ、とりあえずやっていくから。はい、まずどうする？どうしようか。前髪する？前髪があるかないか問題が、あ、ちょっとママ入ります。うん、あるかないか問題、さっきみたいな。あるならさ、もうちょっと切るとかもあるかもね。まだ運動会やっぱ切りたいんだな。あのダンスの発表会までにちょっと伸ばしてほしいかな。編み込めない、コンローが。じゃあ伸ばすわ。でも運動会は下ろすパターンと上げるパターンとちょっと一回作ってみたくて。はい、でだいぶ印象変わるね。そうで、やっぱり帽子かぶるから小学生で、今回は鉢巻きの時もあるらしい。なるほど。ダンス踊ったりするのは鉢巻き、ほら前髪ありと。そう、そんななスタイリストついてるわけじゃないから帽子かぶるとき、鉢巻きするときにわざわざ髪型なんて変えれないし、そう、全てのシチュエーションに対応できる髪型がいいのよ、やっぱり。リレーとかもやる。そう。で、なんか、一番最悪なんが、可愛くさ、編んだのにさ、何、前髪ブワーンって出てくるとかさ、わかる？その最悪でしょ？それはもう事故だね。ブワーってなってさ、片方くちゃくちゃになった時にさ、中学生とか高校生やったらくくり直せる自分で。キープしてみて。後半の希望文からやってみようかな。あれ、希望ないよ。ない。二つとか。あ、2つ嫌だな。ここにこうあったら可愛いよ。お団子とか。お団子はしたい。お団子はしたい。ああ帽子をかぶるからできる限り下でくくりたい。よし、運動会楽しみ。楽しみ。リレー楽しみ。運動会の練習的には始まってる？ダンスだけ。ダンスね。はい、リレーはバトンの練習。雰囲気出てきてる。だって足を取ってもバトンは速い。あるある。以前編めんのそれ。編めないけど。へへへ。あいててです。あ、お団子みたいなこと。はい。あともう一個は。こっちでいい。お団子二つできた。はい。はい、これが、まあいわゆる A パターンとしよう。お団子二つ。あ、しなんで、鉢巻きをしないといけない場面があるから、その時は。どうするの？そうなの。鉢巻きがないから。これ自分でやれんのこれ。ヒップホップやな。はい。そんな巻き方ない今。いや、違うと思う。普通は、ラッパーみたいな。こうじゃない？寄せまい。まあ、前髪の中に入れるタイプね。こうってこと？そう。はい。お祭りの人やん。このパターン？普通ここちゃうの？女の子はな。うん。なんかそこにやるイメージ。うん、応援団長とか。先生こうやってやった。先生、こうじゃないの？女の子って。なんか、カズキやん。あ、一応、あれじゃん？万能型じゃないの？うん、これ万能型。うん。どうですか？これは。これは可愛いけど。悪くはない。うん。これは可愛いけど。どうした？これは可愛い。なんか痛いとか言ってたけど。ずっと痛い。ずっと痛い。あー、まあちょっと覚えとこう。可愛いけどちょっと引っ張られて痛いのがちょっとマイナスポイント。これが A パターン。可愛いけどね。うん。次どう？次。はい。お団子は取って。僕やからくくらないパターンもありかなと思ってて、ハーフアップ。ダンス1どうなるんだろうね。分からん。ダンスリーダーが。裏編みにしてみてます。
裏編みにしてる。ちょっとよくわかんないっす。はい、これが B パターン。ハーフアップ。おー、かわいい。ここは後ろ下ろしてるよ。このまま下ろすんやったらちょっと編み下ろした方がいいかもしれへんし。なんて？アイロン。アイロン。うん。このままハーフアップじゃなくて、このままくくっちゃってもいいし。あ、なるほど。ここくくったらかわいいで。あ、くくるのいいかもしれない。あ、これ、あ、これ。めっちゃいい。ちょっと一回くくってみんな。ただくくるのもいいし、小春がいつもやってるみたいに、あー。ハーフに。ちょんまげみたいになるやつ。あ、そうそう、前髪上げるのもあり。ちょっと上げてあげるわ。ちょっと待ってな。いや、下ろしてた方がいいかな。上げてた方がいいと思う。下ろしてた方がいい。絶対上げてた方がいい。絶対上げてた方がいい。下ろすって。思い出した。上げてた方がいい。下ろす。おお。どう？これね。うん。はいはい。この被った時はさ、やっぱり見えないよ。ここは。ね。裏編み込みのところが見えないけど、下から見たら、ほら、後ろ向いて。なんかミーシャみたい。なんか B パターン、いろいろアレンジが多かったけど、これで、ハチマキも嫌なの。ハチマキも、これは痛くない？痛くないよ、全然。じゃあ、気のもせえわ。いれはい。このハチマキ、針金が入ってるからちょっと形が変ってこと？そうそう、ごめんごめん。普通のハチマキを。普通のハチマキやったら、ちょっと、普通に言ってると思う。どうでしょう、小原さん。これ好きかも。あ、好きかも。うん。そんなに痛くないし。痛くないし、可愛いし。うん。痛くない。相当痛かったな、A パターンが。で、前髪問題は？あげません。あげません。アイロンでちょっと内巻き。内巻きに。ママ的には？あげた方がいい。じゃあ、あげてみよう。あ、でもあげてもいいよ。横ちょっとだけ置いといてんねんけど。いや、音楽会は。あげない。音楽界は全然ちょっとちゃうかな。この必殺クルリンパ。クルリンパ簡単にできる。どうでしょう。いいか。もう B パターンがちょっと多すぎて。でもさ、これは可愛いと思う。痛いくないわ。アレンジの幅がすごい広かったけど、広今のが、まあ、B パターン、はい、取れない。なんか、風呂上がりやん。はい、これが C パターンです。あ、ダメダメダメ。いや、これいろんな髪型した後にしかならない。あ、そっかそっか。クルリンパイカシ。クルリンパイカシ。え、パパ髪染めて。ママ言って。え？パパは別に染めたいけど。先っちょピンク。いや、ママは染めません。全部痛い。じゃあ、青青青青。違うね。メンバーカラーじゃん。見て、ベンタンは。あ、これ前髪あるよ。から使ってなかったけどさ、めっちゃ可愛いさ、ピンがいっぱいあんねんやん。こういうの止めたら可愛い。これが C。C パターン。後ろまで三つ編み。うん、これもっと下まで編み込んでもよかったかも。あと普通に編んだけど、これもっと緩くしてもいいかも。こんな感じね。ほら、帽子と鉢巻きはクリアできる。ほんまや、帽子。どう？いけてる？いけた、いけた。中学校とかこういうのもあるよね。帽子の上からやらないと。いけそうっすか？いけそうっす。もう髪型は全く見えへんけど、ダンス。あ、取ってもそんなに崩れてないよ。で、こう。おー、可愛さで言ったらパパなんか C かな。これは B。B。アレンジ多めの B。ママは、B 可愛かったんやけど、C の方が崩れにくいと思う。あー、それ大事じゃないですか。でも B かな。うん。キープスプレーをかけた。まあまあ、決めるのは小春ちゃんだから、うん、全然いいんだけど。ただ前もは前髪ない派よ。見て、どう？
え、B パターンあったっけ？ない。あ、ありとなしって作って。ちょっと俺が今決めていいけど、うん、また当日まで全然違うのしてもいいから。まあ運動会の練習もしつつ、髪型もちょっと考えとこう。うん、うん、前髪上げてるとさ、早そうに見えへん。そうかな。